たいた。イド、こんなとこで何してんだ？ローランの手がかりを探していた。そうか、それでこの場所。ありがとな、イド。ローランのために力を貸してくれてよ。俺にできることをしているだけだ。ローランさんが住んでいた場所ですし、何かあるかもしれませんね。私たちにも手伝わせてください。なあ、あんたたち今ローランさんのことを話してたよな。うん、ああ、ちと世話になってたもんでな。やっぱりあんたたちか。俺のことを覚えてないか。以前テンペールの発着場で。ああ、祈り場のことを教えてくれたおっちゃんだったよな。あの時は本当に助かったよ。ところでローランさんのことを知らないか。最近音信不通で困ってるんだ。ローランさんは少し遠いところにいます。そうですね。帰ってくるには時間がかかりそうで。そうか。いや、無事ならいいんだ。またひょっこり顔を出すだろうし。しかし弱ったな。ローランさんが戻るまで問題は山積みのままか。どうした？何か困りごとか？ああ、ローランさんは教会の仕事の傍らで便利屋をやってたんだ。魔物討伐から薬草の調達まで何でも引き受けてくれていてね。それは助けてもらっていたんだが。俺がやる。え？全部俺が引き受ける。おいおい、どうもお前さんの喋り方はたどたどしいな。ローランさんがいなくて困ってるなら代わりに手伝いますよって意味ですよね。そう言ったつもりなんだが。そうなのか。いや、そのなんというか気持ちはありがたいんだが、ローランさんだからこそ頼めたんだ。見ず知らずの人にその代わりを頼むってわけにはな。うん、だが。イド、手伝うよ。そうだな。なあ、おっちゃん、オイラたちも一緒に手伝うならどうだ？うん、そこまで言ってくれるならお願いしてみることにしよう。世話になりっぱなしで申し訳ないが。団長、いいのか？一緒にローランさんの留守を預かろう。分かった、助かる。そういうことなら依頼は全部気空団連合ラファールの方に回しておこう。その気になったらクエストカウンターから受注してくれればいい。ではよろしく頼んだよ。君たち、ちょうどよかった。依頼について今手続きが済んだところだよ。それで実は一件緊急の依頼があるんだ。対象が飛竜の谷でゴブリンに襲われたらしい。早速で悪いが、ゴブリンどもを討伐し奪われた物資を3つ回収してきてくれないか。危険な依頼になるかもしれないが、どうだ、すぐに迎えるかい？ああ、頼んだよ。無理だけはしないでくれ。
守ってみせる。対象の物資を回収する依頼だが、頼めるかい？ああ。頼んだよ。無理だけはしないでくれ。便利屋井戸さん、初仕事です。頑張っていきましょう。奪われた物資を3つ回収し、ゴブリンを討伐するだな。荒事の類だもの。あなたなら難しくないのではなくて？使えるか？情報通りだ。いたぜ。切り込む。落ちろ。私に続け。ナルメアドロン、見事なものだ。カタリナさんこそ。エンチャントランズドライブバースト。忍びに刻め。私に続いて。切り捨てる。旅となれ。見事よ。この調子でいきましょう。頼もしい限りだ。今だ。任せてください。いい連携だった。次も合わせてみせる。気をつけろ。ゴブリンの増援が来たぜ。大した数ではない。押し切るぞ。さすがにやるな、移動。心強いってもんだ。褒められちゃう。はい、語りなさい。片付いたか。荷台から物資を回収しようぜ。物資を回収した。次へ向かおう。視線と気配を感じる。近いぞ。少数のゴブリンだ。一気に攻めるぞ。うまい。どうだな。敵がいるみたい。濡れがちなゴブリンにしちゃ数は少ないぞ。援軍の気配がない。何だ。受けてみろ。みんなさすがだ。ありがとうございます。次も合わせるね。ワイバーンだ。ここは飛竜の谷だもんね。迎え撃ちましょう。ゴブリンの妙に少ないのはこいつらのせいか。この辺りに生息しているゴブリンはワイバーンに遅れを取るとも思えない。遅い。狙え。何をする。追撃する。さすがだ。みんな私が何の強い。ここからさらに行くぞ。ここからだ。決めてみせる。任せるわ。プレイをする。この辺には物資はねえようだな。先へ進むしかなさそうだ。行こう。そういえばローランさんっていつもどんな感じで依頼を解決してたんだろう。お任せあれって言いながら何でも手伝いこなしていそうだったわね。おい、今大きな何かが通り過ぎなかったか。依頼にない面倒事はごめんだぜ。ほう。ゴブリンだ。来るぞ。様子が変だわ。ここまるで何かから逃げてきたみたい。いずれにせよゴブリンは討伐対象だ。全て倒す。カタリナ、無論だ。アイシクルネイル団長、任せてください。僕は止まれない。ナルメアさん、分かった。誇張時絶月と閃けケイオスタイド。完璧な連携だ。ありがとう。ビーちゃんの応援のおかげね。まただ。
ゴブリンがこっちへ来るぜ。やっぱり何かが逃げてきてるみたい。セイクリッドリム受けて倒した。意外に死ぬかもしれない。物資を積んだ荷台は3台という話だったな。それで残りは1つか。2台なのに3台ってか。やるな姉さん。あ、そっか、カタリナすごい。シェロさんみたいだね。あ、いや、私はただ状況を口にしただけだぞ。わからん。カタリナは何を褒められているんだ。ダジャレよ。確かにあなたは冗談が通じなさそうね。やるか。ということはない。はっ、よし。ふん、おしゃべりの時間は終わりだな。三つ目があったら、まずはゴブリンを片付ける。今の終わりだ。何か来るぞ。こいつのせいでゴブリンがさらに暴れるのは迷惑だ。ついでだ、始末。便利屋っぽくなってきたじゃねえか。流れを変えねば。心配かけたな。任せておけ。気をついた。覚悟しろ。全員で攻め込め。はい。ネバーイナ。
ここは慎重に引き付けよう。みんなが油断はするさ。みんな注意してくれ。かなり消耗してるようだ。このまま倒すぞ。まだだ。ここからだ。みんなありがとう。依頼の方をやってくれたそうで。井戸が頑張ってくれました。そうですね。井戸さん、すっごく活躍してましたよ。なるほど。では、今後もしばらくは頼りにさせてもらうよ。先日は断ろうとしてしまい、申し訳なかった。いや、頼む。え？気にしないでください。これからもよろしく頼みます。っていうことですよね。ああ、その通りだ。ルリア、よくわかるわね。あなたといつも一緒にいるからですかね。こいつも口数少ないところあるからな。そんなことないよ。まあ別に誰も困ってねえし気にすんな。とにかく君たちなら安心して任せられそうだ。これからも時間があったら手伝ってもらえると助かるよ。俺一人では断られていたと思う。礼を言う。ローランさんが帰るまで頑張ろう。ローランにはでかい借りがあるしな。このくらいお安い御用だ。そうだ、便利屋の兄ちゃんで思い出したぜ。さっきの依頼中にこんなの拾ったんだけどよ。この本の内容、ローランさんが記していたもののようね。あちこち奔走してたらしいし、その時に落としたのかもな。そういうそそっかしいとこもらしいつうかなんつうか。こうやってお仕事をこなしていけば他にも何か見つかるかもしれませんね。ああ、ローランの足跡をたどっていけば救出の手がかりがつかめるかもしれない。ところで井戸、ちょっといいかしら。ずっと気になっていたのだけれど。なんだ。ローランさんがみんなに頼られていたのは彼の物腰、優しそうな雰囲気も一つの理由だったと思うの。確かにそうね。それに比べると井戸はちょっとこわもてかも。いつも眉間にしわ寄せてるし。どうすればいい。ニコーってしてみるのはどうでしょう。俺も人のことは言えねえが、こりゃなかなか難しいもんがあるな。そうだ、ならローランさんの真似から始めたら。井戸、こう言ってみて。便利屋井戸にお任せあれ。さあどうぞ。
ベンリア・イードに任せておけ。こりゃちょっと道は遠そうだな。とにかくやれる依頼をやってみるか。はい、受けたまわります。こちらになります。良い一日を。ただいまランチタイム。お得ですよ。どうもです。私の力が必要。はい、受けたまわります。こちらになります。それではまた。一緒に頑張ろうか。初めて隣るみてえだ。慎重に進もうぜ。フランサイバーが危ねえぞ。今回の横にあるエーテル砲を使おうぜ。また出やがった。いけるか。敵がまだいるみてえだな。気を抜くなよ。
切る決めてみせます。カタリナさんはすごいわね。そちらこそ出てやがって。いけるか。切り開く。つまらぬものよ。慣れてきたみたいですね。そう見えるか。はい、町の皆さんもすっかり頼りにしているようですよ。